うん、うん、お前、お前、あ、もっと言うの、それは俺は役だから。ネロジンチャンネル。いやもう、鈴井さんは西成長いんですか？ザ・西成やな。いやもう、鈴井さんは西成長いんですか？もう露天しとったら上がってないよ。あ、そうなんすか。昔何の露天されてたの？ゴミ商品。言うてまうめっちゃ言うたらあかん、うん、僕らもギブソンを買った後やし、僕も昔買ったことあんねん、コピー商品ロレックスだもんね。一曲どうですか、誰が好きですか？お前おしゃれけど、お前じゃ待っちゃうの。じゃあ長渕剛歌いましょうよね、せっかくやから。じゃあ歌ってみましょう。コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめるたびに、俺は俺であり続けたい、そう願った。裏腹な心たちが見えて、やりきれない夜を数え、逃れられない闇の中で今日も眠るたっぷりをする。ああ幸せのどんどんどこへ、お前はどこへ飛んでゆく。帰ってもだよ。帰りましたけどね。鈴井さん帰ってもだよ。今日はもう結構飲んではるんですか、ね。これ毎日飲んだわ。これはもう借金すごいぞ。何本あるんですか借金。20万以上。俺は役だから。怖いな。もうまあ絶対ええ人ですけどね、うん、だってずっともうお酒の量減ってないもん、絶対ええ人やん。じゃあね、100円でほっとこう。あ、なんで、頑張って、よしよし、あ、ありがとうございます。これ友達になりましたね。友達、あ、ほんだらまたそこで飲んでる時また来ていいですか。対応力がえぐいな。友達、はい、ということでな、西成おもろいな。おもろいですね。なんかいろんな出会いあるな。可愛らしい女子とかは一人であんま来ん方がいいの。そうですね。ちょっと怖いかな。でも俺くらいになってくるとどんな人でも対応できる。そうですね、仲良くなってましたもんね、マネせんように、ね、ということでこれな、はい、ギター、これギブソン、これがもしな本物やったらこれヤバい。やばいですよね。だって1925年やほぼ100年前のギターが、うん、こんな綺麗なもんなんすか。わからん。これが本物やったとしたら結構ヤバい値段つくかもしれん、ね、だからこれをギタードライブの井上さんに持って行って、はい、ちょっと査定してもらおう。一応泉慶三さんからは購入したんで、僕がこれは僕のもんです。でもしどんな状態であってもちゃんと修理して、これもギターの寄付に回させていただきましょう。じゃあ次の動画でこのギター持っていくんで、はい、はい、いやいやいや、気になるとこ言え、気になるところ言えよ、交互期待みたいな。エンディング初めてか。次のな、はい、動画で、はい、そうそうそう、このギターを、はい、そこ、それの以降を聞きたい。それの以降を聞かせてくれ。なんか交互期待とかあるやろ。なんか
お、ほんまや。